それにしても山本、先発なんてすげえよ。まあ、あいつは別格だからな。この前なんてさ、あいつが打った球が真っ二つだぜ、真っ二つ。今回の先発は山本ですけど、やっぱりうちのエースは坂松さんですから。ずっとエース坂松さんが先発だと他の選手がなまっちゃうってだけのことで、そのために後輩を起用してみただけですって。しかし山本の球はいいよな。でも坂松さんほどじゃないっす。お疲れっす。すいません、また玉切れちゃいました。また真っ二つか。お前どんな打ち方してんだ。いや、ちょっと強くスイングしただけなんですけどね。ほんと普通に打っただけなんですけどね。見ててくださいよ。いきますね。そりゃ、もう一丁、そりゃ。おい、今悲鳴聞こえなかったか。いや、気のせいっすよ。あんな草むらに誰もいるはずないですって。お、やっと来たな。遅いぞ山本。お待たせ。悪い悪い、ちょっと部活で燃えちまってな。おめえはいつでも野球バカだろうが。学園祭まで時間がねえんだからな。もっと舞台稽古に集中しろよ。おう。でもどこで稽古すんだ。もう学校は終わりだし。黒曜ヘルシーランドだよ。あそこなら大声出しても平気だし、ちょうどいいだろ。ちょっと不気味だけどね。なんか学校以外で稽古なんて本格的だよね。お、みんな随分やる気じゃねえか。当たり前だ。10代目の輝かしい舞台だからな。おめえも気抜くんじゃねえぞ。待ってるって。ランボさんも本格的だもんね。ランボ返す。イピのセリュート返す。それ忍者じゃないだろう。返さないもんね。ランボさん忍者なんだもんね。あ、危ないよ。やめろランボ。
警察だ、やばいってランボは。こりゃちょっとまずいっすね、10代目。これツナ君、ランボ君が逮捕されちゃうよ。あ、まずいよ。ランボ逮捕ダメ。はぁ、はっはっは。今日もキレのいい餃子券だな。つえな、イーピン。いいのかな。いやだもんね。ランボにその刀はまだ早いぞ。もっと慣れと筋力が必要だ。ランボさんは主役の忍者だからいいんだもんね。電柱が切れてますけど。おめえは危ねえだろ、ホウシ。だいたいそれは三国志だ、ボケ。時間がありません。アホ牛はほっといて稽古に行きましょう、10代目。ランボーさんが、ま、大丈夫か、ランボー。ランボーさんも忍者だもんね。忍者になるんだもんね。そうだな、一緒に忍者になろうな。山本、どうかしたのか。いや、なんでもねえよ。早く稽古しに行こうぜ。山本、話がある。校舎裏に来てくれ。おう、まだ残ってたのか。っていうか、ござるってなんだ。どうした。つうか、お前誰だっけ。ああ、そのことか。ああ、俺もそう思ってる。確かに複雑な気持ちもある。でも、山本は俺も見込んでた男だ。あいつが先発なら、俺は祝福する。趣味悪いな。メール送るの見てたのか。圧力なんかかけないよ。あいつにエール送ろうと思ってな。そうだ、なんかおかしいか。だからそのござるってなんだよ。変なやつだな。